すみません、暗くてみんなね、まだ寝てるんで静かにやっていこうと思うんですけど、それでちょっとコメントをたくさん来てたんですけど、ちょっと寝ちゃって返せなくてね、本当に申し訳ございません。ちょっとこの後仕事があるんで、帰ってきたらしっかり、ね、コメントを返していこうと思います。はい。で、トモキ選手の動画を少しなんですけど見つけました。はい。まあ YouTube とかには自分が見た感じだとまだ出回ってない状態で、多分ここが唯一かなと思うんですけど、じゃあ動画があるんでしては皆さんにこう、まあ、あんまいい方法じゃないけどちょっと見ていただければなというふうに思いますね。ちょっと今ボディをこうこれで決着蹴りつけました、ね。うん、ボディを本当に必要にこうボンボンっていう風に決めた感じでしたね。うん、でその前の展開もちょっとどうなるかわかんないですけど、これもトモキ選手が得意としてるパンチなのではないかなと。それがね、2発3発ともこう連続してきたので、このウィリアム選手はたまんなかったんじゃないですかね。うん、っていうふうに思いました。ちょっとどこもねこう動画ない状態で唯一この動画を見つけたんで、ね、ちょっとあんまいい方法じゃないんですけど、今回だけはちょっと皆さん、はい、このような感じでお店というか紹介しました。はい。まあ先ほども、ね、申し上げましたがコメントを後でしっかり返していきます。はい。でこれでね、こうトモキ選手は挑戦者決定戦でねこう勝って挑戦権もあるので、 MJ と決まれば楽しみですね。で井上尚弥選手はね、その那須川天心選手とやりたいってトモキ選手はおっしゃってましたけど、天心選手はちょっと分かんないですけど、井上尚弥選手なんかとやっても面白いんじゃないのかなとは思うんですけどね、個人的には。うん、でこのウィリアム選手も2敗してて、でそのうちの1敗、前回の負けっていうのが、前回の負け、そう、前回の選手の、そう、前回の選手の、敗戦っていうのが3敗してるんですけど、その3敗がフルトン、トクボエ、オスカルバルデスの3選手による3敗なので、弱い選手じゃないですよね。まあ直近の試合に2連敗っていうところがあったんですけど、前回のそのトモキ選手の前の相手っていうのはかなりいい選手で、 NABA の北米チャンピオンを相手の負けだったんで、まあ実際はねこうなんつうんだろう、もっと評価されてもいい選手なんじゃないかなと、このウィリアム選手っていうふうに思いましたね。はい。なのでちょっと話しなくなっちゃいましたけど、その選手を相手にねこのような勝ち方で勝ったっていうのはかなり大きな成功になったんじゃないかなというふうに思いましたね。次の MJ 戦はね、もうかなりいい状態で臨めるんじゃないのかなと自分は見てます。はい。なのでね、皆さんぜひコメントございましたらよろしくお願いします。今日は、